はい、おはようございます。皆さんお久しぶりでございます。このスタイルで撮るのはですね、自己紹介ぶりになってるんですけども、今日は皆さんにご報告したいことがございまして、それでちょっと初心に戻ろうということで、ここで撮らせていただいております。この公演で撮ったのはね、確かね5年前ぐらいですかね。ちょうど5年前の今頃に撮ったんですけど、それから5年間 YouTube 続けさせていただいて、本当にねいろんなことをさせていただきました。それこそですね、ここで5年前に喋った時に、いや僕は YouTube 頑張って前例のないところなんですけど頑張っていきたいなと思いますみたいな話したんですよね。そう、あんま前例がないことって批判されやすいっていうか、でその時にね非常に温かいコメント皆さんからいただいて、あ頑張ってくださいとか、 あれ見てなんか僕も勇気出ましたとかいうお声いただいたりだとか、そっから半年後ぐらいね教員採用試験に合格して教員に戻るんか、それとも YouTuber になるんかっていう、家族会議もさせていただいたんですね。打てた3月1日が来たわけなんですけども、自分の中でのほんまに天秤って、やっぱり俺はしたいことがもうベクトルにあんねんって考えた時に、俺はどっちかってやりたいことで多分ベクトルが向いてるタイプやから、 YouTube もやったことないしブログもやったことないけど、やりたいと思ってやり出すやんか、だからできることではないやん、それはできひんことでもやってみるみたいな、って考えたら、今それは多分後悔せえへんよな、その選択が一番。いいじゃん、自分の中でな。なんでいいじゃん。その時に、うわ教員辞めんのとかね、もったいないなとかっていうお声もいただきましたし、うわそれ危険な方行ったな、大丈夫かなって心配していただいた方もね、多かったかなと思います。それでね、僕はねその時はね、よし行けるんですよ、これで頑張れるんですよとか言いながら、結局なんかうつ病もねまた再発したりしたんですよ。でうつ再発して全く動画が出せなかったり、いろんな時期があってですね、それでも洋服のレビューとか、ノースウェイスとかパタゴニアとかいろんな紹介、アクティリクスとか紹介したんですけど、その時にねやっぱり日本製のものってあんまないなと思って、で、日本製のものがね、もともと僕社会の先生やってたからっていうところもあって、各地域にいろんな縫製工場とかいろんな産地があるのは知ってたんですけど、やっぱり同じデニムでも海外と国内違うよなとかね、やっぱ同じメガネでも福井と海外のやつちゃうよなとかね、やっぱ同じレザーでもやっぱ姫路レザー、栃木レザーと海外のは違うよなとかいろいろ思ってたんですね。でどうせやったら、今後この日本って人口がどんどん減ってきて、でなかなかこう経済的にも厳しくなってるって言われたりはするじゃないですか。で自分自身もね洋服が好きやからね、なんかそういうところで、日本の社会に貢献できひんかなっていうところがあって、ジャパンメディアっていうブランドを作ったわけなんですよ。で、その時もちろん作った時はですね、なんでいきなり YouTuber が服作ってんのみたいな、今でこそ普通なんですけど、その当時2020年とか2021年とかはあんまりそういうのがまだなかったんで、お前は服だけ紹介しとけとかね、お前はノースウェイスだけ紹介しとったらええねんっていうお声いただいたりもしてたんですけど、僕としてはそういう思いがあって、日本の会社さんとタッグ組んで自分が日本に社会貢献できひんかなっていうところで、作ったブランドなんですけど、なかなか最初は受け入れられなくて、こんなん誰も買わんやろとか、こんなん誰が買うねんとかっていろいろ言われたりはしたんですけど、本当に皆さんにねこう気に入っていただいたりだとか、それこそ僕の商品じゃなくても、福井のサングラス気に入って買いましたとかね、釣り網機ね気に入ってループイラーのパーカー買いましたとかいうことでね、別に僕のブランドを買うことだけがね全て日本の貢献だけじゃなくて、いろんなブランドでもね日本の会社で素晴らしいブランドとかってありますし、素晴らしい取り組みされてる会社さんっていっぱいあるので、そういうのを、ちょっと微力ながらでも伝えていければいいなっていうことで、やってて、ポップアップとかも僕はやったんですけど、本当ありがたいことに、いろんな会場にね皆さん足運んでいただいて、行列作ってね並んでいただいたりとかした時もあったりして、僕の思いに共感していただいた方もいらっしゃられるし、僕の商品が好きで来てくださった方もいらっしゃられるし、僕に会いたいって言って来てくださった方もいらっしゃったんですね。でその中で、今年ね、年間の売上っていうのが設立3年目で一応1億円を突破したっていうことになってるので、こうなったらもう日本国内だけに収まらんと、海外挑戦をしたいなっていうのが、今回のご報告と、あと助けてっていうところなんですけど、何なんかっていうと、もちろん僕海外に友達とか知り合いとか全然いてないので、この動画を見ていただいてる方の中でね、僕の取り組みとか僕の意思にいいなって思う方がいらっしゃったら、例えば英語喋れる方とか、通訳できるよとかいう方がいらっしゃったり、あと海外で展示会してるよっていう方がいらっしゃったりしたら、その海外挑戦に向けてね少しなんかこうお力をね貸していただけるとね、嬉しいなと思っておりますので、そういうコーディネーターしてるよとか、あとアメリカでね会計士やってるよっていう方がいらっしゃったりしたら、ぜひインスタなり、メールなりで、お力を借りたいなと思ってます。もちろんブランド広げていくのはもう自分で広げていくしかないと思ってるんですけど、その中でこういろんな人に助けてもらいながら、やっていくっていうのは、日本でもそうやったんですね。日本でも僕普通の服の作り方はしてなくて、普通の洋服の作り方って大体 YouTuber さんとかって仲介業者さん通して、で工場さんと仲介業者さんが話をして、でこの AB どっちにしますかって YouTuber が決めるっていうスタイルなんですけど、僕の場合はもう中間
販業者なしで直接も工場とやり取りして、僕はその工場を作っていく過程も見たいし、そういうのも視聴者さんに見てもらいたいしっていうところで、一切仲介業者さん入ってもらったことがないですし、入ろうとされたこともあったんですけど、もう入らないでくださいっていうことで、直接工場さんとやり取りして、その工場さんがいいからとお付き合いさせてもらってるっていう感じなんで、まあ、僕にね作る力っていうのはもう全くないんですよ。全く縫製とかもできんし、まあ、不器用そうじゃないですか。まあ、実際できないんですけど、まあ、熟練された何十年もやってる職人さんたちの力をお借りして、まあ、僕ができることはそれを広めることとか、それを伝えること、でそれをまあ後世に残していくっていうことぐらいを多少ちょっとした力でねできたらいいなっていうことで、日本国内にとどまることなく今回アメリカにね進出してみたいなと思ってます。ただ、まあ、こうは言ってるんですけど、まあ、世界展開したいなって思いは、適当なこと言うとやっぱりいやいやお前には無理やでとか絶対できひんでって言われることあると思うんですけど、まあ、今までずっとそうやってきたんですね。高校の時も大学行くって言ったらお前そんな無理やでって言って公文行って一から勉強したりしたら笑われたりもしましたし、 YouTuber になるって言っても YouTuber なんかなれるわけないやんって言われたりしましたし、教員辞めて YouTube で生活するって言っても無理無理とか、ブランド立ち上げるって言ってもそんなんできるわけないやんって言われたんですけど、まあ、それでも今までやってきたんで、まあ、今回海外挑戦ってなった時に自分やったらできるんちゃうかなと思って、まあ、いろんな人に助けてもらいながらなんですけどもね、トライしたいなと思ってます。で、日本の良さっていうのを世界にもっと知ってもらいたい、まあ、自分の一つのこう活動を通して海外の方に知ってもらって、なおかつ日本の職人さんも喜んでもらえたらいいなっていう、まあ、みんながウィンになればねいいなっていうところで今回ね海外進出っていうのを決めました。まあ、ただこういうと YouTube どうすんのとか、インスタどうすんの、ジャパンメディア日本でどうすんのっていうのはあると思うんで、まあ、そこはもう変わらずいつも通りふざけた動画も出すし、レビュー動画も出すし、もういつも通り変わらずやっていくんですけど、そのプラスアルファは横軸として海外進出っていうのも同時で走らせようと思ってますので、ちょっと皆さんのお力とか、通訳できる方、コーディネーターの方、展示会開いてる方、会計士さん、まあ、その他もろもろのなんか力貸せそうやよっていう方がいらっしゃったら、ぜひご協力いただけるとね嬉しいかなと思います。実際問題ね、僕もね今実はこれ会社にしてて、5年前なんかねフリーランスっていう名前すら知らんとフリーランスになって、で、まあ、法人化して、で今活動してるわけなんですけど、うちでも今スタッフが12人ぐらいいてるんですね。で、人を雇うなんて考えたこともなかったんですけど、まあ、今全員、ほぼ全員っていうか唯一弟だけ血がつながってるんですけど、あとは全視聴者さん、元視聴者さんが全員スタッフになってくれてるっていうことなんで、その人たちもね大切にしなあかんなと思うし、もちろんお付き合いある工場さんもね、大切にしていきたいなっていう理念とか思いを持ってね、今回こういう挑戦をねしたいなと思いました。まあ、なので正直何年かかるかっていうのはもう正直わからないんですね。僕も今この YouTube 始めて自分でブランド持って皆さんにこう喜んでいただけるようになるまでやっぱ5年ぐらいかかってるので、まあ、海外挑戦ってなってきたらもう言葉もわからないですし、僕ほんまに英語はねトレインとキャットとドッグぐらいしか分からん状態で進むんですよ。だからもちろん言葉の壁もあるやろし、文化の壁もあるやろし、分からないことだらけやと思うんですけど、まあ、それでもねトライすることに意味があるんかなと思って、このままねいいことが起きるのをずっと待ってるっていうのは僕の自分の性にあんま合ってないので、いいことを待つんじゃなくて自分からこうアクション仕掛けていろんなことを仕掛けていければねいいなと思って、これをね見ていただいてる皆さんもねいろんな苦労があったと思うんですよね。今まで生きてきて普通に何にもなかったっていう人いないと思うので、まあ、いろいろ失敗したりとか辛い思いしたりとかってした方もいらっしゃると思いますし、まあ、僕もね人様と同じぐらい、嫌な思いとか失敗とかもしてきたんですけども、まあ、その中で僕を見てもらって励まされたっていう方も一定数いらっしゃって、例えばうつ病やけど拓造頑張ってる姿見て俺も頑張ろうと思った、私も頑張ろうと思ったっていう方もいらっしゃるので、僕としてはもちろん日本の工場さんとか日本の企業、日本の社会のためにやるっていうもともそうなんですけど、まあ、それ以上に自分自身がこう諦めないでビビらないでね前に向かってこう走り続けるっていうところが結果ね誰かのためになるんかなっていうところで、別に誰かのためにやろうっていう思いはないんですけど、まあ、走り続けた結果ねそういう他のいい作用もあるんやなっていうのは今回5年間やって気づいたところなんで、今後もね走り続けていきたいなと、で言い訳とかせずに前を向いてねできることをね、やりたいなと思ってます。まあ、僕にも家族がいてるし従業員がいてるので、守るべきことっていうのがあるんですけど、守るべき時やからこそ、攻めたいなと思って今回このようにご報告動画を出させていただいて、皆さんになんか協力していただけるところはね、ぜひ協力していただきたいな、助けていただきたいなと思って、まあ、覚悟の動画という風になってます。だからこれ言った限りはもう挑戦するしかないので、逆にこう清々しいというか、やるしかないって思ってやっておりますので、まあ、皆さん、もしご協力いただけましたら Gmail もしくは Instagram、DM でも、何でも OK なんで、こういうのやってるよ、あ英語喋れるよとか駆け足で知り合おるよとかね紹介していただけると嬉しいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、ちょっといつもと違った画角で違ったトークになっちゃったんですけども、まあ、相変わらず、今後も YouTube 活動は、頑張って続けていきたいなと思いますし、僕の嫁とのね、デートの Vlog とか平凡な一日とか、まあ、そういったコンテンツも出していきたいなと思ってますので、また見ていただければなということで、本日はですね、ご報告動画ということになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。